なんかシティのアカウントの人が上げてた写真のもうデブライネがチームメイトの練習見守る顔がもうコーチってやつも物かって。デブライネぐらい自分がやってやるっていう強烈なパーソナリティーやる選手いると、監督としては嬉しいですけどね。実際にそれで結果を残すしね。デブライネ引退後監督になって、スター選手ともめそうというか、チャビみたいなタイプになりそうですよね、デブライネは。こう、育成とかそういうモチベーターとしてはいいかもしれないけど、勝手な選手との揉め方とかえぐそうだよね。レバンドスキーの晩年顔審判で。 最強の2人が話し合ってるわ。いろいろみんなでお見、えー、ながらいろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そしてサッカー戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。